お。なあ。くそ。なあ。マジか。そうだ。なあ。てめえ。おう。さあ行くぜ。乗車しねえぞ。の。な、こいつら。ああ何言って勇者がどうとか妄想現実見ろよ無職さん。まあいいや。おい来たビビってんの。してみろ様子見すんなよ。見てろよ。とっておきやんのか。俺のもんか。行くぜ。俺の番だな。とっておきだ。逃げるなら今のうちだ。こっち出せよ。仕留める。どうしてんだよ。見てろよ。なんだよ。とっておき。ビビってんのか。どうするかね。やってみよ。やれやれだぜ。俺らに金よこせなんて見る目のねえ野郎だ。なあ、さっき戦ってる最中によ、本当にこいつら変身して見えなかったか？あ？いや、本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。妄想？さっきのは俺の妄想だったのか？まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか。思い込みか。まあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな。
要は自称だろ、自称なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ。そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は勇者だ、勇者になるぜ。まったく調子のいいやつだぜ。じゃあさっさとハローワークに行くぞ、勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな、まずは金だな。ドラクエと同じだ。本当に人生は RPG だな。人は見たことないわね。あんまりひどいから役所の人が何度か説得しに、ここのものは全部店の商品だ、勝手なこと、こんなゴミが商品、匂いもひどいし虫も湧くしで、私たちも何とかしてほしい。確かに近所にこんなのあった。なんだ。待てよ。おう。おい。やっかかってこい。
絡めるな。ほら、やんのか。ほら、来いよ。お前やめろよ。いいだよ。とっておき。せっ。うわっ。俺の番だな。怖いの。とっておきだ。いいやなら今のうちだな。強くなった気がする。